はい、ではお時間になりましたので、開始したいと思います。本日は、デジタル人材育成プログラムデータエンジニアカタパルトのデモデーに、皆様お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本日司会進行を進めさせていただきますジーズアカデミーの、総責任者で児玉と申します。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、まずはですね、このデモで開始する前に、この、データエンジニアカタパルトというものはどういうものだったのか、改めて振り返っていきたいと思います。スタートしたのは8月です。8月から、ここまで約6ヶ月間、学生の皆さんに、走っていただきました。35名の、ね、方が最初スタートしたんですけれども、本日はですね、トータルで10組の方が発表をいたします。そして8月はですね、まず MVC フレームワークからスタートして、そしてウェブサービスを作りました。でウェブサービスを作れるようになってから、次はハッカソンですね、実際の課題をみんなでチームで考えて作るということをチャレンジしました。でチームを、で作るということにチャレンジした後、データサイエンスを学び、そしてその後はデータを活用した、新しい実際の課題解決をするというテーマで、今現在このフェーズ4に取り組んでいただき、今日がそのファイナルとなります。今日発表されますのはデータを活用したウェブアプリです。データを何らかの形で活用して、実際の業務、実際のユーザーなどに使っていただけるウェブアプリを今日はご提案いただくという流れになっています。で本日はですね、このあくまで今日出てきたものは、自分たちで誰かの課題を考えて、自分たちの手で作って、そして自分たちの、言葉、体で、デモンストレーションするということを、一気通貫して行う、そういうプログラムになっているのがデータエンジニアカタパルトです。はい、そして、今回ですね、10社の、方々にメンターとして、福岡の、代表する、スタートアップ IT 企業の皆さんにですね、ご協力をいただきました。誠にありがとうございます。でこのメンターの皆様がそれぞれのチームにつきまして今日のデモデーを迎えたという流れになります。はい、最終ピッチのやり方復習しておきたいと思います。大きくは1チーム持ち時間は挨拶も含めまして15分となります。でこの中では主に1番2番の企画プレゼン、企画の趣旨とプロダクトのデモ、こちらに関しまして10分間です。そして、メンバー全員が一言ずつお話をいただいて、その後ですね、担当のメンターさんによるフォローのコメントをいただくお時間があります。で、担当のメンターさん、こちらの方にですね、こう終わった時に出てきていただきますんで、ここ書き分けてですね、こう行くんだなというつもりでいてください。チームの発表が終わりましたら、そして一人一人一言ずつ、振り返りのお話をしていただくんですけど、その最後に、メンターの方に好評をいただくという形で1組15分のペースで、全10組を進めてまいります。でこの、発表して挨拶をしている時にですね、投票していってください。でこれは各企業の方々は、招待企業の方々は専用のフォームがございます。すでに、告知の方も言ってると思うんですけれども、この専用のフォーム、まだお手元にないよという企業の方は QR コードを拾っていただきまして、こちらご準備ください。で各チームに投票をお願いいたします。そしてこの投票の中では、実際にインターンとして一度、お話をしてみたいというスカウトが可能になっています。これがデータエンジニアカタパルトのまたもう一つの目玉でもあるわけですけれども、ぜひですね、昨年はですね14組のインターンが実際に成立しておりますので、ぜひね今回もたくさんのインターンスカウトをお待ちしております。はい、皆様フォームのご準備はよろしいでしょうか。各企業の皆様がフォームのご準備するのを少しお待ちしてから次のお話に行きたいと思います。はい、ではそろそろフォームのご準備はできましたでしょうか。最後1組ずつですね、ピッチが終わる都度こちらのフォームの方から、ご評価をお願いします。はい、でこのフォームの使い方なんですけど、 Google フォームになっております。Google フォームでは、まずサービス面、そして、技術面といったようなところを、ご評価ください。
できるだけですね、サービスの内容の、サービスのこの着眼点であったりとか、課題の認識であるとか、まあ、こういったようなことはプレゼンテーションの中でご判断ください。そして技術面に関しましては、この各登壇者がですね、どういったところを技術的な、挑戦をしているのかということを、説明をいたします。まあ、その内容を聞いていただいて、まあ、技術面のこだわりについてもご評価をいただきたいと思います。そして、コメントやアドバイスをフリーで、お書きいただける、ところもあります。こちらにつきましてはですね、記名で本人たちにフィードバックをします。つまり、無記名投票ではありません。どなたがどういうふうに言ってたよということをですね、そのまま学生にお戻ししますので、ぜひ温かいコメントをお願いしたいなと思います。そしてですね、インターンの検討をしている方、面談をしてみたいなというふうに思う方に関してはチェックを入れてください。フォームの中でチェックを入れることが可能になっています。でこちらのチェックを入れましたら、後日面談でおつなぎをします。でそれは学生の皆さんの方からメールをしていただくという流れになるんですけれども、そのような形で、インターンの面談を、おつなぎいたしますので、ぜひですね、こちらどんどん、お声掛けをいただければと思います。はい、で評価の目安としましてはですね、やっぱり S をつけるということは、まあ、自社でインターンオファーしたいという、レベル、インターンとしてうちで働いてほしいなと思う場合は S をおつけください。で努力や能力の高さを感じる場合、ただ自分のところで、というわけではないけれども、他社さんでぜひ頑張ってほしいなという方には A で、今後に期待したい B、CD とそういうレベルであとはつけていただければと思います。あ、目安です、あくまでね。はい、そして最後はですね、登壇者を含む今日、ここにいらっしゃる学生の皆さんも全員です、全員が投票可能なのがオーディエンス賞です。でオーディエンス賞は1票です。一番好きだったチームに1票投票できるという格好ですので、内部票も OK です、ね。今すぐ学校の友達に連絡していただいて、内部票をですね、稼げるかどうか、まあ、これもまた、一つの能力ですので、頑張って票集めをしていただければと思います。はい、ということでですね、ここからは実際のチームの発表に、参りたいと思います。おさらいですが、チームの皆さん時間を計ります。一チームの持ち時間はフルで15分で、目安としてはまず10分間のプレゼンテーションを済まして、その後お一人ずつのコメント、そしてメンターさんがお話をして、トータルで15分、はい、こちらを厳守でお願いいたします。はい、ということで、早速ですけれどもチーム A の発表に入っていきたいと思います。チーム A の皆さん、ご準備をお願いいたします。はい、ではですね、チーム A の発表です。プロダクト名セレクト、メンター企業の方は、GMO ペパボ株式会社様です。はい、では、キラさん、柳井さん、よろしくお願いします。はい、チーム A の発表を行います。私たちチーム A はメンター企業 GMO ペポー様に協力いただき、今回のプロダクトを作成させていただきました。メンター企業の GMO ペポー様について少しお話しさせてもらいます。 GMO ペポー様は3つの大切にしていることがあります。それはみんな仲良くすること、ファンを増やすこと、アウトプットをすることの3つです。なので社内のチャットツールのスラックには専用チャンネルがたくさんあり、日々活発に情報交換されています。例えば技術的なことや趣味、食べ物についてなど様々です。しかし専用チャンネルを作るにあたってやり取りを開始するのは敷居が高いと感じています。例えば興味ありそうな人をわざわざ探すのが面倒だったり、なんとなく集まっているけど何を話そうかなど、いろいろな悩みがあります。しかし同じ会社にいて情報共有が しやすい関係なのにもったいないのではという声がありました。なぜもったいないかと考えるかというと、コミュニケーションの活性化をチャンスを逃がしているためです。コミュニケーションの活性化により仕事に役立つ知見の共有やより踏み込んだ関係を作れるなど、さまざまなメリットがあります。 GMO ペポ様の理想としては、自分と共通の関心事を持つ人たちが自然と集まり、自然とやり取りができる仕組みを理想としています。私たちは理想に近づけるために、メンター企業の悩みの興味がありそうな人をわざわざ探すのが面倒や何を話そうかなという悩みに共通する他人との共有点を見つけづらいという課題を解決しようと考えました。その解決方法は、人と共通する
話題を推薦するという方法を用いることで大切にしていることを促進できると考えました。申し訳ないのですがプロダクトは間に合わせんでした。申し訳ございません。スラックから会話のデータを集めて話題を推薦しようと考えました。まあ、詳しい方法は次のスライドで解説させていただきます。はじめにどのようにして話題を推薦するか説明させていただきます。今回話題推薦のウェブアプリを作るにあたって参考にさせていただいた論文を紹介させてもらいます。その論文はツイッターの会話ログを利用した複数ユーザーに対する話題推薦という論文です。方法の概要はテキストマイニングを用いてユーザーをクラスタリングし、クラスタ間での話題が発生する確率を計算します。具体的にはユーザーがどのクラスタに属するかをクラスタリングで推定し、各クラスタ間で話題が発生する確率を算出します。これによりユーザーの興味に基づいた話題を推薦を行うことが可能になります。まず私たちは論文をもとにどのようにしていけば実装できるか考え、スライドのようになりました。ユーザーがクラスタに属する確率を計算する機能、クラスタ間で話題が発生する確率を計算する機能、推薦する話題を計算する機能を実装すれば話題が推薦できると考え実装に取り組みしました。ユーザーがクラスタに属する確率の実装を説明します。 PLSA を使用してあるユーザーがクラスタに属する確率を算出する手法を用いてユーザーを指向によってクラスタリングします。 PLSA を使用するとある単語が出現した場合にどのクラスタに属する可能性が高いかを推定することができます。ある投稿に対してどのクラスタに属する可能性が高いかを推定することでユーザーの指向によってクラスタリングを行います。このようにユーザーを投稿した内容からどのクラスタに属する可能性が高いかを推定し、各クラスタに属する確率を算出することができます。次に話題が発生する確率を計算する機能について説明します。具体的には各クラスタ内である話題がどの程度話せているかを表す確率を算出することが目的です。この確率はその話題について会話する人が多いほど、また会話が長く続くほど大きな値を取ります。この確率を求めるにはまず各クラスタでの話題の発生数を算出します。この発生数はそのクラスタに属するユーザーが話題をどの程度話したかによって決まります。具体的にはクラスタ内で話題 A が発生した回数を数えます。そして話題の発生のもとに各話題がクラスタ間でどの程度話題になっているかを表す確率を算出します。このようにしてクラスタ間での話題の発生頻度を算出することができます。最後に話題を推薦する機能を説明します。すべてのクラスタの中で各ユーザーがどのクラスタに属するか、そして各クラスタ間でどのように話題が発生するかを考慮して、ユーザー A とユーザー B が話題 A について話し合う可能性が高い順に推薦を行います。この推薦を行うための数式はそれぞれのクラスタに属する確率と話題 A について会話が発生する確率を掛け合わせ、すべてのクラスタの組み合わせについて足し合わせたものです。これらを実装すれば可能になると考えましたが実装は間に合いませんでした。申し訳ございません。最後にコメントさせていただきます。まず私アナイからさせていただきます。自分の相方のキラ君がなかなか忙しくて私一人ですることが多かったので、なかなか大変な場面は多くありました。しかしチーム間でコミュニケーションを取っていくことで課題解決に向けて頑張れたと思います。実装の中で論文を参考にしてプロダクトを作るということが
初めてだったので、まあ、新鮮だったし、なかなか難しいと考えました。また企業の課題を解決するということも難しく、途中でプロダクトの方針を変わった中でここまで来れたことはいい経験となりました。フェーズ4の中でいろいろな技術も触れることができたので、次の機会があればハッカソンなどにつなげていきたいなと思いました。今日はいないキラ君の代わりにコメントさせていただきます。生活が忙しくてあまり時間が取れませんでしたが、少ない時間の中で柳井君と協力してプログラムを作って過程でさまざまなことが学べました。チーム開発におけるメンバーとのコミュニケーションの大事さを学べるいい機会でした。ありがとうございましたのことでした。これでチーム A の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、はい、お疲れ様でした。デモがですねないと、実際には終了要件を満たしませんので、はい、今日の段階では、終了の認定ができません、はいはい、なので改めて今日間に合わなくても結構なんで、はい、必ず、デモは出してください。動画で出すんですか？デモ、はい、デモなかったから、はい、今日間に合わなかったんでしょ、はいはい、なので、完成させて出してください。でそれから卒業認定となりますので、はい、分かりました。はい、よろしくお願いします。じゃあすいません、 GMO ペパボさん、一言お願いできますか？はい、今回チーム A のお二人の、メンターをさせていただきました GMO ペパボの上園と申します。はい、発表の冒頭にもあった通り、我々 GMO ペパボには3つの大切にしていることっていうものがあって、1つはみんなと仲良くすること、2つ目は、積極的にこうファンを増やしていく、3つ目にアウトプットをするっていう3つの大切にしている行動指針があるんですが、まあそれらの文化の浸透をこう後押しするような解決策っていうのを出してほしいっていう課題を提案させていただきました。すごく抽象度が高いお題だったので考えるのはすごい苦戦したと思います。まあそんな中で今日はいないんですけど、キラさんだったり本日発表していただいた柳井さん、お二人協力して積極的に僕らにこう質問だったり協力をこう依頼しながら、進めてくださったこと、とても感謝しております。はい、で具体的にはこうスラックの会話ログを活用して、共通点だったりをこうタグ付けしたりっていういろんなソリューションがこう選択肢がある中で、課題解決に向けて、たくさんこうアプローチの方法だったり技術選定というところを、自分たちで率先して進めてくださったところを非常に感謝しております。はい、すごい今日まで1ヶ月、今日2ヶ月弱というところですが、一緒にこう物事を進められたこと非常に楽しかったです。ありがとうございます。次、木野さん。はい、はい、皆さんこんにちは。GMO ペボエンジニアの西田と言います。よろしくお願いします。そうですね。2月の後半にですね、まあ、そもそも僕たちが抱えている課題を本当に解決できているのか。というふうなところでちょっと見直しが入りまして、非常にバタバタとした中でちょっと最後まで粘り切ってくれたんですけど、ちょっと残念ながらちょっとデモまでは間に合わなかったんですけども、最後まで頑張っていただきました。本当にありがとうございます。はい、ちょっとそういった粘り切ったところをぜひ評価していただければと思っておりますので、すいません、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。どうぞお戻りください。最後までね、一人で頑張ったっていうのは本当に偉かったと思いますので、まあ、ルールはルールなんでね、改めてそこは、調整させていただきますが、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ではですね、次にチーム C の、発表となります。はい、チーム C の方ご準備をお願いいたします。ん、何ですかねそれは。おー、すごい、クアンドマーク。はい、ではですね、チーム C、プロダクト名はシンクアルバムということで、メンター企業株式会社クアンドさんがつきました、塩塚さんと金子さんです。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。チーム C の、チーム C です。チーム C はクアンドさんのメンタリングのもと、現場写真の整理を楽にするアルバムアプリを、その名もシンクアルバムを作成しました。はい、チーム C の塩塚です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、それではまずメンターの、クワンドさんについてご紹介させていただきます。クワンドさんではシンクリモートというリモートチャットツールを提供されています。シンクリモートとは現場の作業者とそれから遠隔地から指示を出す人とをつなぐリモートコラボレーションツールです。まずこちらの動画をご覧ください。シンクリモートはこのようなビデオチャットツールになります。大きな特徴としてはこのように画面上にポインターを表示できることで、これにより遠隔地からでも現場の作業者に的確な指示を出すことができます。さらにこの通話中に写真撮影をすることもでき、この写真はシンクリモート内に通話終了後保存されます。ではどのような時にこのシンクリモートを使用するのか、それは例えば現場でトラブルが発生した時です。現場でトラブルが発生した時、現場の作業者はシンクリモートを使用して遠隔地にいるベテランの技術者に相談をします。そして相談し、トラブルが解決した後、そのトラブルに関して報告書を作成します。先ほど通話中に撮影した画像はこの報告書を作成するときに使用できるんです。一見このように業務効率化されたように見える業務フローには新たな問題が生じます。それは報告書を作成する前に写真の整理が必要ということです。この写真の整理には通常1時間ほど時間を要してしまうんですよね。でなぜそのように時間がかかるのかというと、通常シンクアルバムのアルバム画面はこのように似たような写真ばかりになってしまいます。なので報告書を作成するときに、報告書を作成する人はまず目的の画像をこの数多くの画像の中から探して、さらにこの中から報告書に使えるような写真写りが良い写真を選ぶ必要があります。我々のプロダクトシンクアルバムではこれを解決します。ではどのように解決するのか、私たちは大きく2つの解決策を考えました。まずはこのように似たような画像を1つにギュッとまとめるグルーピング処理です。これによりアルバム全体が見やすくなります。次にこの中からベストショットを提案することです。これによりユーザーは報告書に使用する画像をいちいち選ばずともアプリ側で提案することで時間を短縮することができます。これによりこれまで報告書の作成準備にかかっていた1時間という時間を10分に縮めることを目標にプロダクトを作成しました。それではデモ動画をご覧ください。私たちのアプリシンクアルバムではまずアルバムに表示する画像をこのように投稿していきます。投稿するとアルバムにはこのように画像を表示されます。ここには似たような写真がいっぱい含まれていることがわかります。我々のプロダクトではこのようにまとめて表示することで、このようにすっきりと表示できていることがわかります。さらにまとめられた画像に対しては右下の展開表示ボタンを押すことでこのように展開表示ができます。さらにこの中で一番写真写りが良いものを左上のマークで提案して、このようにベストショット提案を行います。これによりユーザーは写真写りが良い写真を選ぶ手間を省くことができます。ではこれらをどのように実現したのか、その詳細についてご説明します。まずは画像を一つにまとめるグルーピング処理についてです。今回私たちは画像の類似度というのを定量化してこの機能を実装しました。具体的には各画像の画像データを一度ベクトル化します。そしてそれらのベクトル間の距離を算出することによって、例えばベクトルが近ければそれらの画像は似ている、逆に遠ければ画像は似ていないというふうに判断しています。実際にアルバムの中でどのようにこのグルーピング処理を行っているのか、もう少し詳しく説明します。このどの画像とグルーピングするのかという部分が非常に重要となります。私たちはアルバムの中には似たような画像がこのように隣同士に並んでいることに注目をしました。なのである画像に対して全ての画像にこのように総当たりに類似度を算出するのではなく、隣同士で類似度、一つ前に投稿された画像とのみ類似度を計算することで最小限の計算量に抑えることができました。これにより処理の高速化を図っています。ベストショット提案にあたって
私たちはブレが少ない画像をいい画像だと考えました。上のブレの小さい画像と下のブレの大きい画像を例に、ブレの少なさの評価方法を説明していきます。はじめにモノクロの画像に変換します。次にフィルターに通してブレの少なさを取り出すことができます。このフィルターは画像の輪郭を取り出すものでして、その輪郭がはっきりしているかぼんやりしているかを数値化することによってブレの少なさを知ることができます。このブレの試食したブレの少なさを複数の画像にで行いまして、それを比較することによってベストショットを提案します。ベストショット提案も効率化しておりまして、グルーピングではベクトル間距離というものを計算しているんですが、ベストショットではブレの少なさという量は画像に対して定まるものであって、こちらは画像と紐付けてデータベースにすでに登録していきます。新しい画像が登録されたときにだけその計算を行いまして、無駄な計算は減らしました。このようにグルーピングとベストショット提案でデータの取り扱いを最適なものを選んで実装しています。これらの画像処理を両方行えるのが我々のメインの技術スタックである OpenCV です。私たちは OpenCV を用いた画像処理を Python を使って実装しました。また Web フレームワークについても Python で作られた Web フレームワークである Django を使っています。画像処理の以外で工夫した点は2つありまして、高速な画像表示とチーム開発の進め方です。データ容量が大きい画像をシンクアルバムで表示しようとしたときに表示に時間がかかり、ユーザー体験が低下するという問題がありました。私たちはデータ容量が少ないサムネイル画像を生成することによって表示を高速化し、快適な操作を実現しました。実際のデモをご覧ください。改善前と改善後の表示速度の比較を行います。まずはじめに改善前をお見せします。このように表示にラグが生じていることが分かります。改善後をお見せします。サムネイルを利用することで遅延なく表示できていることが分かります。次は同時に再生してみます。たった5枚のグループであってもこのように快適に操作することが分かります。このように、サムネイルを使うことによって快適度を上げ、ストレスを減らすことができました。次に工夫した点がチーム開発の進め方です。私たちは Notion と GitHub を使って円滑な情報共有を行いました。私たちの4ヶ月の開発期間を大きく3つの期間に分けまして、はじめに技術の選定と事前設計を行いました。この期間ではグルーピングとベストショット提案の実現性や実装方法を実際に調査し、またデータベースの設計やインターフェースのデザインもこの期間に完成させました。次の期間ではプロトタイプの作成を行いまして、アルバムアプリの基本的な骨格を作成しました。最後にメインの機能を実装しまして、新規アルバムを完成させました。私たちはバックエンドとフロントエンドというように役割分担はせずに役割分担はしませんでした。機能を細分化し、それをイシューにすることで、そしてさらにそのイシューに優先度をつけることで、ゴールから逆算して開発を進めました。またノーションを使って技術の共有と進捗の報告も行いました。これによってチームメンバーやメンター企業の方々と円滑なコミュニケーションができたと思っています。役割分担に関してはこちらの通りです。グルーピングとは城塚さんが、ベストショットは私が担当するということを行ったんですが、それ以外については、あまり深く考え、優先度が高いものからそれぞれ実装していくという形でした。最後に一言ずつコメントを行います。はい、ありがとうございました。私は今回、このカタパルトにチーム開発の経験を積みたいという思いから参加させていただきました。これまでの半年間の開発を通して、この当初の目的を十分達成できたと思っています。本当に皆さん、メンターの方々もありがとうございました。はい、Django を使うのは初めてだったので最初は苦労したんですけど、今となっては新しい技術に挑戦してよかったなと思っています。
私が忙しい期間は塩塚さんがガンガン進めてくれたおかげで、期間を通して常にプロダクトの開発ができたと思っています。チーム C の発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではですね、メンターの、クワンドさんから、一言お願いしたいと思います。クワンドの梅田と申します。まずは発表お疲れ様でした。今日聞いていただいて分かったと思うんですけれども、もうとにかく優秀なメンバーで、はい、最初 の、 課題を説明してソリューションを決めるときもとてもすごく課題の整理からソリューションの洗い出しまで的確でシャープで素晴らしかったですし、その後の技術選定も今知っている技術を使うのではなくって今回のプロダクトに一番適した言語にチャレンジするみたいな形で本当に素晴らしかったなと思います。で、何より素晴らしかったのがチーム開発初心者とは思えないぐらい、まあ、異臭管理も素晴らしかったですし、私たちのメンタリングのたびにノーションにきれいにアジェンダ等をまとめて経過報告とかをしてくれて本当にすごかったなと思います。で、最後はプレゼンテーションに関してもフィードバックを重ねるたびにめちゃくちゃフィードバック以上のアウトプットを出してきてくれて、今日もすごくいいプレゼンだったと思います。はい、たくさんオファー来ると思うんですけど、ぜひクワンドでインターンしてください。お願いします。お疲れ様でした。そう、今日シンクジャケットも着てくださってありがとうございます。お疲れ様でした。クワンドでテックリードをしてます高野と言います。そうですね、技術的なところで、あまりメンタリングはできてないんですけど、2人とも優秀なので私たちがインターンを全力で勝ち取りに行きたいと思ってますのでよろしくお願いします。以上です。あ、オンラインでどうなったいけますか。下岡です。喋ることになるとは思ってなかったんで、あ、聞こえてますか今。あ、ちょっと待ってください。今画面が出てなく、はい、顔が出てなくて。あ、画面も映すんですね。はい、下岡です。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。声は聞こえてます。あ、出ました。どうぞ。聞こえてますか。はい、あ、はい、すいません。非常に僕もすごく優秀だなというのがすぐ分かるような感じでしたね。ちょっと今インターネットが不安定かもしれないですけど、プレゼンに関してもですね、1言うと大体8ぐらい理解して、その後自分たちで工夫して10に持っていくぐらいすごくよくできていたので、本当にこう本質的な部分をちゃんとつかみつつそれを実行する力があるなと思ったので、僕も非常にすごいなと思って見させていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ではチーム C の、皆さんでした。お疲れ様でした。はい、ではですね、続きましてチーム D の発表となります。チーム D は、プロダクト名はララスター、はい、メンター企業様は、ビットスター株式会社様です。今回発表されますのは、キムさん、鈴木さん、糸数さんとなります。では、チーム D 発表の準備よろしいでしょうか。はい、じゃあ切り替えお願いします。はい、では、発表よろしくお願いします。チーム D です。よろしくお願いします。まず最初にプロダクト名から触れていきたいと思います。なぜララスターなのか。これは、フレームワークがララベルで、ビットスターさんの、企業を一緒に作ったのでララスターになりました。結構気に入ってます。チーム紹介いきます。リーダーのキム・ジチョレット、申します。フロントとバック両方全般的に開発を進めました。よろしくお願いします。私は鈴木大輝と申します。皆さんにサポートしていただきながら一緒に開発していきました。よろしくお願いします。同じくメンバーの糸数龍河と申します。主に全般のサポートをしていて、
とりあえずみんなで共通認識を持ちながら開発を望んでいきたいという心構えで活動していきました。よろしくお願いします。では次に企業紹介をさせていただきたいと思います。ビットスターさんはインフラからソフトウェア開発、ウェブ制作、そしてサービスローンチ後の運用ポートまで幅広く、対応し、ワンストップで、お客様の困ったを良かったにできる会社っていうのが特徴です。まあ、現状は完全リモートになっていて、完全リモートになっていて、コロナウイルスの影響でこうなってしまったんですけど、これによってコミュニケーションが対面で取れなくなっていて今現状です。そしてこの左側にいる山口さんは私たちのメンターの人でテレビに出たそうです。では課題に移りたいと思います。課題はさっき の要因によってコロナに合わせてオフィスの人数制限があることでオフィスにこう入るときにオーバーになるんじゃないかっていう懸念があってオフィスに足が遠のいてしまうっていうのが一つと、オフィスに誰がいるかわからないっていうことで誰もいなかったらあんま行く必要ないじゃないかみたいな感じでまた足が遠のいているっていう課題がありました。以上の課題点から2つの解決策を挙げました。1つ目はアプリを使用することでオフィスに誰がいるのかを可視化し、オフィス出社へのモチベーションの向上のため、そしてアプリ内で出社体験を可視化することで人数を把握することができるという解決策を2つ挙げました。その2つの解決策からオフィスの状況を可視化するツール、ララスターを作ることにしました。デモに移る前に簡単なアプリの流れを説明いたします。まずログイン、社員情報を入力、そして出社退社ボタンを押してもらいます。そこまでが利用者がする手動の流れです。そこからララベルを基準に Slack API をつなげまして、データの可視化、また Slack への通知を可能にしています。なぜ Slack API を使うかといいますと、ビットスター様の社内コミュニケーションツールが Slack を使用しているため、その社内コミュニケーションツールと結びつけて通知が行くようにすることでコミュニケーションを円滑に図れるのではないかと考えました。はい、次にデモに移ります。ぜひ QR コードがあるのでよかったらお使いくださいと言いたいところですけど、残念ながらなんか昨日最終確認までは大丈夫だったんですけど、まさかのスラック行けと。いやそんなことないです。多分あれ、あ、そうなんです。スラック API がエラーを起こしてしまって、残念ながら今回はローカルホストでのデモをお見せすることにします。最初ですね、ログアウト、最初登録からお見せします。お、あ、少々お待ちください。これは解決できます。お？
はい、続けて説明しますと、はい、こちらからまた削除もできてですね、削除することもできるようになっております。で、こちらのデータベースでオフィス の, テーブルでこのリミットというのが制限人数を表していて、もし例えば制限人数に達した場合は合わせてですね、スラックに例えば東京どこどこのオフィスに制限人数何人達しました、速やかに退社してくださいという通知を送るように作りました。ちょっとエラーが起きてしまって残念ですけど、こんな感じです。で、使った技術としては、まあ、バックのフレームワークはララベルを使って、フロントはブットスラップで整えました。でそのスラックは API を使ってデプロイ先としてはヘロクを使ってデプロイしました。本来の完成形としてはですね、出退勤のデータを習得してこう分析してコミュニケーションの変化を判断したり出社率の管理ができるようにするのが目的だったんですけれども、それをこう達成するために3つの分野に分けてウェブアプリ開発、データ分析で、こちらが課題の解決とこう3つに分けたんですけど、ウェブアプリに関しては、まあ、一応機能は動いてるけどちょっとまだユーザーさんに、まあ、エラーも起きてるしユーザーさんにこう使ってもらうにはまだ解決がやらないといけないことはたくさんあると考えました。またスラックの方でもこうメンションをつけることでよりこうちゃんと伝わるんじゃないかなと思ったんですけど、昨日作ることはできませんでした。でデータ分析に関しては今一応そのデータをもらってユーザーさんがどの社員さんがいつ出勤したのかみたいなデータは分かるんですけど、先ほどの、写真のデータみたいになんかそれをそのデータを集めてそれを分析したり実際の課題に解決まで持っていくことができなかったので2割に設定しました。なので全体の課題の解決は6割になったんじゃないかなと考えています。最後の、感想ですけど、僕は今回このチーム開発を通して開発の楽しさを学びました。今まではプログラミングの勉強はあくまでも本を見ながらあるいは教材を見ながらやっていたばっかりだけだったんですけど、今回実際手を動かしてなんか自分でなんか開発をしてみて、これがもはや勉強ではなくてゲームのように楽しく感じることができました。すごくいい機会をいただきました。私は学びと感謝ということで、いろんな人にこう出会ってこういろんなことを教えてもらったんで、今回もキムさんにはCSS のところブートスタンプとか使ったことなかったんで、そういう知識もいただいたし、糸数さんにはこのキャンバで作ってるんですけど、その時の内容とかを詳しく一緒に話し合ってアドバイスしていただいたので、もう感謝って感じです。チーム開発の難しさもこうみんなで揃う時とかがあまりなくて、そういう時にどうやって開発していくかとかの難しさも感じることができました。プログラミングの楽しさは実際にこう作っていく中で作りたいものができた時の快感といいますか、それが分かれてよかったです。10分過ぎてしまったのでちょっと一言でまとめさせていただきます。このチーム最高でした。メンバーに感謝です。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。大丈夫ですか、最後大丈夫です。はい、もう一個ある。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ではメンターさんのコメントをいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ビットスターの、川辺と申します。まずは、学生の皆様お疲れ様でした。今回、我々が学生に相談した課題というのはコミュニケーションの、活性化をしたいということと、出社率について管理したいということでした。当社はコロナ禍が始まって、まあ、原則リモートワークに移行しておりまして3年が過ぎるんですが、だんだんと社員のコミュニケーションが少なくなってきたなという実感があります。ただオフィスのスペース自体は限りがありますので、社員全員が出社するということになりましたら、それはそれでちょっと問題があるという課題を抱えておりました。そのため今回はコミュニケーションを活性化しながら出社率を管理するというところの解決方法を探してもらうことにしました。開発が始まって最初に2週間ぐらいは技術の選定がなかなかできなくて、時間を無駄にしてしまって、まあ、結局諦めるということもありましたが、最後まで諦めずに、ウェブアプリを完成することができたのかなと思います。最後に2ヶ月間という短い期間でしたが、メンターとして参加して、とても楽しかったです。
皆さんも今回の経験を生かして、ますますご活躍いただければと思います。本当にお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、でですね、プロダクトが残念ながらちょっと動かなかったので、改めて、こちらはご提出いただくという形でお願いします。はい、ではですね、チーム D の投票の方進めてください。よろしくお願いします。はい、では続けて、チーム E の発表に行きたいと思います。プロダクト名ソーム、そしてメンター企業さんは、株式会社エミシスさんです。岩永さんと、白石さんで、やっていきます。ではチーム E 発表よろしいでしょうか。大丈夫です。はい、では切り替えお願いします。はい、それではチーム E、 チームエミシスの発表を始めたいと思います。メンバーは白津さんと、自分岩永です。感想とかは後から言います。まずエミシスさんのことについて簡単に説明させていただきます。主にシステムインテグレーションの事業を行っており、自社のサービスや AI 開発にも力を入れています。IT エンジニアを輝かせて世の中を笑顔にすることをビジョンに、社内アンケートなどを通じて社員の成長と環境の改善を促進していっています。そんなエミスさんの抱える問題はズバリ社内アンケートの扱いです。より社内環境を良くするために、より社員の意見を取り入れるために、せっかく集めたアンケートをいまいち活かせていないということです。こういった問題は皆さんにも、馴染みはないでしょうか。Google フォームのリンクが、Slack のあちらこちらに、ごちゃごちゃと散らばっていたり、せっかく回答を集めても結局何が問題なのか、何をすればいいのかよくわからないままにな、終わってしまう、こういった問題を解決するために私たちは開発を始めました。この問題を解決するには、アンケートを適切に管理できること、アンケートの高度な分析ができること、この2点が求められます。私たちの開発したアプリケーションではこの2つを実現することができました。システムの構成を分かりやすく図にしたものです。Google フォームの API を利用しています。 Web アプリケーション上で Google フォームをまとめて管理することができます。管理下にあるフォームは回答状況であったり期限であったりを管理することができます。またフォームへの回答は自動で機械学習による分析が行われます。ここでは SOM と呼ばれる機械学習手法を用いて高次元のデータを目に見て分かる形で扱うことができます。本機にはない一元した管理と機械学習による分析で、Google フォームの拡張機能であったりプラグインのような形に仕上げました。 SOM によるフォームの分析を行うということで、このプロダクトを SOM と名付けました。たくさんのアンケートがここでならまとめて管理ができます。複雑な情報もここでなら Google フォーム以上の分析ができます。ここからは SOM の分析技術、SOM について説明をしてもらいたいと思います。セルフオーガナイジングマップ、通称 SOM は、複数の項目からなるアンケートを二次元マップに落とし込み、アンケートの全体を見なくても、ごめんなさい、アンケート全体を見なくても傾向が理解できる技術です。例えば今表でお見せしているアンケート結果を見てみると、井上聡さんと鈴木健一さんの回答が似ていて、そこから山田太郎さんの回答が大きく異なっているということが分かります。これを二次元マップでは、井上聡さんと鈴木健一さんを同じマスに、そしてそこから遠い場所に山田太郎さんのマスとすることによって表現しています。この SOM は二次元の潜在変数 Z を用意し、その Z から元のデータを写像によって再現ができるということを仮定したアルゴリズムです。機械学習によってこの元のデータの情報をより多く保持できるように、写像と潜在変数の組み合わせを学習します。この組み合わせは E ステップと M ステップの2つの式によって計算します。 SOM の他にも指定分分析であったりカーネル PCA などの他のアルゴリズムも存在します。指定分分析は分析結果が非常に分かりやすく、カーネル PCA は元の情報の損失が非常に少ないというメリットが存在します。しかしこの中でも SOM はこれらの特徴を併せ持った技術となっています。 SOM には2つのモードが存在し、
これは1つ目のモードであるコンポーネントプレインです。この図は寿司の好き嫌いを色合いによって表現した図になっているのですが、右上のファッティーテューナ、大トロが非常に人気で、左下のキューカンバーロール、カッパ巻きが不人気であるということを示しています。そしてもう一つのモードであるユーマトリクスです。これは皆さんにも納得していただけると思うのですが、大トロが好きな人って中トロが好きな人多いですよね。それをこのマップでは上の大トロと下の中トロの間を緑で表示することによって表現しています。その逆でウニが好きな人は卵が好きとは限らないですよね。こういう時はその間を赤く表示することによって表現しています。内容難しかったと思うのでこれから、はい、デモを始めていきたいと思います。よいしょ。じゃあこれからデモを始めていきます。 Google フォームを扱うので認証は Google アカウントで行います。はい、ログインができたらすでにここで管理されているフォームの一覧が表示されています。 API 通していろいろと情報を共有しているので、未回答だけのものにしたり回答状況を把握したり、まあ、リンク飛んだりといろいろできます。 Google フォームの登録ですね。次は Google フォームの登録は最低限 Google フォームの ID だけで済ませられますが、ここで回答期限であったり分析結果の公開設定、ソムで分析した結果を誰が見れるのかみたいな、そういう詳細設定をここで指定することもできます。ここで今指定してます。はい、こういう感じで新しく技術のスタック調査が追加されました。で次が分析画面ですね。まずは先ほど説明があったユーマトリックスです。今の画面だと社員さんと社員さんのスキル状況が分かります。全体的に緑色なんで極端にスキルの尖った人とかはいない印象ですね。今香川さんを選択して香川さんのスキルをこう見ていっていますね。でここではユースケースの一つとして、例えばこの香川さんと同じような技術のスキルを持っていながら、フロントエンドの今回使った NEXT、View.js に関してもう少し香川さんより高いスキルを持った人材を探しています。コンポーネントプレーンの方から、NEXT を選択して、今編集で大きくしてるんですけど、香川さんに近い位置でより濃い色で表示されたクラチさんがいますね。この人が今回求める人材、香川さんと似たような技術スキルを持ちながら、まあ、ちょっと NEXT に関して詳しい人材ということが分かります。やっている内容自体がちょっと難しいので、なかなかデータサイエンスとかをしている人向けの機能にはなってしまうんですが、何次元もあるようなデータ、もうどうしていいかわからないみたいなデータを関係性を機械学習で2次元の形に落とし込むことで一つのソリューションを提示している、特にデータの分析をやっている人にとっては絶対に助けになるような分析になっています。使った技術です。フロントエンドの方にビューが入ってたり、まあ、裏で機械学習を動かしているので Python も使ってたり、あとデプロイは AWS の方で行っています。最後に今後の展望です。こちらの機械学習による分析は実はフルスクラッチで行っています。ゼロから Python をゴリゴリ書いて作っています。機械学習の経験がある自分でも SOM っていう技術自体は今回初耳で、SOM の分析の原著論文引っ張ってきてゼロから作ってます。ライブラリとかそういう既存のものに頼っていないので、このアプリケーションはこれからまだまだ進化することができます。分析にアンケートとエンジニアを結びつけて事業者に寄り添ったアプリケーションにしていけたらいいなと考えています。コメントです。今月はちょっと卒論とがっつり被っちゃったんで、もう生きた心地がしなかったです。これやってあっちやってって、卒論頑張ったらちょっとこっちの方でエミスさんにちょっと期限とか守れなくて怒られちゃったりして、こっち頑張ったら研究室の教授から怒られちゃったりして、大変生きた心地がしませんでした。まあ頑張りました。次白津さんお願いします。
はい、北九州高専5年の白土拓実です。私は主にソムの行動の部分と分析結果の図の表示の部分を実装しました。もともと私は Python でその普段は機械学習の勉強してるんですけども、今回はバックエンドとして Python を使うという非常に面白い体験ができて楽しかったです。そしてチーム開発ということなんですけども、私自身は自分のためだけに自分だけで行動を組むということをしていたので、今回は千木さんと一緒に、そしてエミジスさんのために作るプロダクトを作るということで、非常に良い刺激をいただけたかなと思っています。これでエミシスの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。時間もぴったり、はい、ではですね、エミシス のメンターの方よろしくお願いします。株式会社、はい、エミシスの大坪です。お疲れ様でした。で、誤解ないように最初に言っときたいんですけど、エミシス怖い会社じゃないので、はい、そこだけ、はい、で今回のやつ、もう本当出来上がったの見て、デザインもきちんと作り込んであるし、細かいところサインイン Google でできるようにしとったりとか、細かいところまで気配りができてて、すごい良かったなと思います。で、何より一番すごいところ、これ機械学習が多分肝になってて、すごく難しいところなんですけど、求めてるものが一つじゃないんですね。これ二つ求めてるんですよ。途中で発表であったんですけど、潜在空間の場所とあと写像を求めるっていう二つ機械学習のアウトプットがあって、何がアウトプットされてるか意味をちゃんと理解してないと組めない。なんか論文をきちんと読み込んで、これは一体何をしているんだ、どの変数がどんな意味を持ってるんだっていうのをきちんと理解した上で、自分で表示するところまで書く、ですごく難しいことをやってくれたなと思います。すごかったよで、白土君が機械学習の部分を、一人で担当してくれたんですけど、難しいことやってるから当然つきっきりで、もうそれしか機械学習しかやってないんですよ。ということはですよ、デザインのかっこよかったウェブページを一人で作り上げてくれたんですね本当卒論忙しくって時間ない、怒られて大変だったと思いますけど、そんな中でもきちんと外に出して恥ずかしくないレベルでデザイン機能作り込んでいったのはすごく優秀だったなというふうに思います。これぐらいで大丈夫、褒めとくの、なんか褒め忘れてないかな大丈夫、はい、すごく優秀な2人でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ではチーム E の方お疲れ様でした。はい、ではですね、チーム F の発表に行きたいと思います。チーム F は前半の最後になります。チーム F が終わりましたら、10分間の休憩を取ります。はい、チーム F は、スマートジャッジ、メンター企業は、スマートインさんです。川原田さんと、大成さんですね、のペアになります。はい、発表のご準備よろしいでしょうか。はい、大丈夫、はい、はい、じゃあ画面切り替えます。はい、ではよろしくお願いします。今からチーム F の発表を始めます。まず最初にメンター様のご紹介をさせていただきます。世界に新しい受付をおもてなしに革命をというビジョンのもと、DX 宿泊施設のリアル店舗運営やスマートチェックインシステムを起点とした宿泊施設 DX サポート事業を行われています。宿泊台帳の取得からチェックイン時の施設案内を電子化するフロントレスチェックインを提供し、宿泊施設のペーパーレス運営とデータドリブン経営をサポートされています。また専用のチェックインマシンやタブレット端末の設置を必要としないため、フロントを設置できない小規模宿泊施設、グランピングやキャンプ場などの屋外施設でも利用可能にし、小さな宿でも DX を進めるお手伝いをされています。課題ですが、民泊用不動産の仕入れに時間がかかっているという問題があります。そこで私たちは価格予測アプリを作成することに決めました。機械学習で購入価格の予測を出し、購入検討物件の損得を教えてくれます。
また不動産を持っている人は自分の不動産の市場価値が分かります。本来であれば不動産オーナーの方が不動産会社に、情報を提供し、当社からのスマートイン様からの流れになっていますが、こちらを使用することでオーナー不動産オーナーの方から当社のスマートジャッジによってスピーディーにお得に民泊用不動産の仕入れができるようになります。ここで解決へのアプローチになります。内側と書いてありますが、内部の設計の話になります。操作側はスマートジャッジを使用される方々の流れになります。まず内側ですが、CSV データを使用し機械学習を作成と購入予定の物件情報と比較を します。で、操作側では、スーモなどの物件情報、物件の検索をしてもらって、そちらを入力してもらいます。その結果判断結果が返ってくるという流れになります。CSV データですが、国土交通省の不動産取引価格情報というところから、ダウンロードしました。カラムが29個ほどありまして、また欠損データもすごくあったのでデータ整形を行いました。今回使用したカラムは面積、築年数、最寄り駅までの距離、延べ床面積、市区町村コード、取引価格になります。Python を使って機械学習を行いました。ライブラリとしてはサイキットランで、フレームワークはストリームリットというものを使用しました。従属変数、予測したい変数は取引価格で、使用した独立変数は使用したカラムのことを指します。予測された数値と実際の、物件情報を比較していただくと損得が分かるというものです。で、先ほど申した通りに不動産サイトスーモさんを例にちょっとご紹介させていただきます。こちら写っている物件名や、所在地、取引価格が書いてあります。そちらを今回作りましたスマートジャッジというウェブアプリで、ウェブアプリに入力していきます。で、これが操作画面になります。で、一番こっち側の購入予定の物件情報を入力し、そしたら価格予測が返ってきます。そちらを動画で見せます。まず市区町村どこにあるかを選択します。そしたら面積を入力し、築年数、あと距離ですねなどを入力していきます。で、最後にボタンを押して、次に価格予測の判断結果が返ってくる形になります。モデル作成の際に工夫した点についてお話しいたします。最初に作った時にモデルの評価が23点というとんでもない数値が出てしまったので、外れ値で大きく外れた値や、あと欠損値の除去を、入念にやったことによって55点まで上げることができました。精一杯やってます。で、
がコーディングの際に、機械学習が初めてだったので何をしているのか分からなくなるので、コメントを多用するような工夫を施しました。こちらアウトプット画面ですね。とてもシンプルな仕上がりになってます。こちらの5つが今回使用したデータや技術になります。サイキットランや Docker、StreetMeet、GitHub、国土交通省の不動産取引価格情報です。こちらの国土交通省の不動産取引価格情報は毎年新しいものが入ってきますので、随時モデルを保存してロードすることによって毎年使うことができます。ここで一人ずつ感想を述べたいと思います。今回私はモデルの保存やロード、インプット画面の実装や発表資料作りをさせていただきました。今回カタパルトに参加した理由が、一つ以上何かを制作するという目標がありました。そちらを今回ちょっと自分すごく納得いくかって言われるとちょっと微妙なんですけど、制作することができてとても嬉しかったです。でまた民泊運用っていう全然初めて今回知る企業様と出会えて自分の視野も広がったなと思っております。担当した技術はデータ整形、モデル作成、アウトプット画面の実装を行いました。始まった時に、不動産の知識が全くないのでまず用語の理解に苦しみそこからスタートして、で設計したけどデータが集まらずまた設計からやり直しみたいな、なかなかしんどいスタートだったんですが、やっぱ1ヶ月通してやっぱ自分の作ったものが形作られていくのはやっぱりやってて楽しかったし、参加してよかったなと思いました。以上で発表終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではスマートインさんからですね、コメントお願いします。どうも、株式会社スマートインの松木です。よろしくお願いします。まずはお二人とてもありがとうございます。お疲れ様でした。途中でなんかいろんなアクシデントもありつつよくここまで仕上げていただけたなと思っています。はい、私たちはDX 宿泊施設の運営と宿泊施設のですね、人材不足とか人手不足、それを解決するプロダクトをスマートチェックインを起点に提供しています。で、今回皆さんも街歩いてると外国人を今とても多く見かけると思うんですけれども、とにかく今市場が急に戻っていますと。その中で私たちは DX 宿泊施設をどんどん福岡市内また全国に拡大していこうというふうな目論みがありますと。でその中で一番大変なのがこの不動産物件の取得になるんですね。でこれ本当に不動産って価格帯が本当場所によって全然違うんですけど、ちょっとそれを私たちがいいなと思った物件をこう買おうと購入しようと手に入れようと思った時にその価格どうなんだろう、適正なんだろうかっていうことをもういろんなデータをこう横断して見ながらちょっと時間を3時間1日ぐらいかけて評価していたんですね。それを彼らが作ってくれたもので、本当数秒でクリックしてはい、これが適正価格ですと出してくれるので本当に助かってます。これがめちゃくちゃスピードアップになります。そしてもう一つの利点としては、これ弊社だけで使うだけじゃなくてですね、私たちのこのウェブサイトにこう出すことで一般の不動産オーナーさんたち、一般の人たちが使えるようになります。そうするとどうなるかというと、その方たちはもう不動産売りたいなとか活用したいなと思われているので、そこの人たちに対して私たちがアプローチすることができます。これによって不動産会社さんを挟まずに直接私たちがオーナーさんとやり取りすることができると、まさにお得になるサービスになっています。皆さんお二人とも本当に時間がない中頑張ってくれました。ありがとうございます。ちょっと弊社のですねエンジニアからもコメントをいただいているので最後にそれを紹介したいと思います。大変お疲れ様でしたと。
人数も少ない中、いろいろ試行錯誤してよく頑張ったと思いますと。本当に難しい課題だったと思いますが、真剣に向き合って解決しようというのが伝わりましたということです。で、今まで触れたことない技術もですね、積極的に利用しようとしていて、その姿勢を弊社のエンジニアも見習おうと思いましたというふうなコメントです。今後もその姿勢を忘れずにエンジニアになってもらえればと思っておりますとのことです。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。チーム F の皆さんでした。お疲れ様でした。続きましてチーム B の方、発表のご準備お願いします。はい、チーム B は、プロダクト名イータス I、メンター企業はイータス株式会社さんです。で、福田さん、布川さん、石川さんの、3名のチームになります。はい、発表の準備大丈夫そうでしょうか。じゃあ切り替えます。はい、どうぞ。改めまして、はい、チーム B イータスで発表を始めさせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。はい、プロダクト名はイータス I となっておりまして、まあ、I という意味にはですね、見守るだったり見るといったそういった意味を込めて、名付けをしております。発表者は石川君、野中君、私福田で、進めていただきます。お願いいたします。では早速メンバー紹介です。石川君、野中君、私福田です。役割としては石川君がバックエンドでデータ処理、野中君がバックエンドダミーデータの作成で、私がフロントを担当しております。で、飯田様のご紹介になります。楽しく美味しく食べることで健康になることを当たり前になる世界をというのを掲げていらっしゃいます。事業内容としては栄養カウンセリングに関するシステム開発、法人個人向けの栄養カウンセリングサービスの提供、食と健康に関するコンサルティング等を行っていらっしゃいます。プロダクトとしてイータスというものを、提供されていらっしゃいます。はい、企画の概要です。食事指導者と利用者の目標達成に向けて一緒に取り組んでいく、それをお手伝いするダッシュボードを提供いたします。現状の課題、大きく分けて3点ございます。食事指導者と利用者との信頼の構築に時間がかかる、食事指導者側の管理負担が大きい、データをうまく活用できていなかったの3点がございます。ですね、右の画面のようにチャットを用いてコミュニケーションを取っていらっしゃいます。提案する解決案は大きく分けて3点ございます。ダッシュボードとして管理できるようにする、利用者側の情報を数値化し評価することでモチベーションにつなげる、目標と過去のデータをもとに設定することで説得力を持たせるの以上3つになります。データ設計は大きくテーブル8あります。そのうちの3点ご紹介いたします。1つ目、ご覧のとおりユーザーテーブルとなっておりまして、 ID、ネーム、E メールなど基本的なものが入っております。続いて体重テーブルですね。よく見ていただきたいのはウェイトの方になるんですが、フロートで体重入っているんですが、同じように筋肉量、体脂肪率もここに入っている形になります。続いて質問テーブルですね。こちらは24個の質問からなっていまして、質問回答の中にはインテジャー型とストリング両方入っている形になっております。はい、アーキテクチャになります。ララベルで Docker 環境で動かしておりまして、ダッシュボード一覧表示で、データフォームから入力で MySQL を使用しております。はい、ではデマを、データ入力のグラフ表示、質問の回答変化にコメントの変化をお願いいたします。はい、私たちが開発したダッシュボードでは、左の方にユーザーの食生活とか生活習慣に対する評価である得点であるヘルスポイントが、また下の方にそのヘルスポイントに対するレビューであるコメントが表示されています。そしてグラフの赤い線は実際にユーザーが入力した体重の推移で、黄色の線はユーザーがそのユーザーの目標である体重の推移の目安となっています。で、データ入力画面でユーザーは体重や体脂肪などの情報とそれらの計測日を、測定日々を入力しています。で、これが新しいのを挿入したことで赤い線がちょっと伸びてデータが足されたっていうのが見えます。で、そしてこれからユーザーが生活習慣に対する情報を入力するところを見せていきます。ユーザーは質問項目画面でこのように最新の自分の生活習慣の状況に合わせて質問を変えることで、先ほどと左側のヘルスポイントとレビューのコメントが変化していることが見れます。こうやってユーザーはある程度一人で自分が何が問題があってどこを改善していけばいいのかっていうのが判断できるようになっています。そして黄色の線は実際のデータを、実際にダイエットに成功したユーザーのデータを使っていることで、食事指導者の指導にも根拠を持たせることができています。
はい、ぬるま君ありがとうございました。ダッシュボードの紹介をいたします。左上をご覧ください。少し小さいのですが、あなたのヘルスポイントになっておりまして、質問から統計的に100点であなたの現状のポイントが分かっております。そうですね、で24個の質問を4つの項目に分けまして、上から順に食事の生活習慣で、食事の内容、そして行動意欲、そして体の状況となっておりまして、それぞれ100点中何点かというのが分かるようになっております。で今回もダイエット向きのグラフとなっておりまして、まあ、黄色は先ほど言いましたもモデルになっておりまして、で赤が現状となっております。で下がコメントで、こう4つの質問の評価が分かるようになっております。で右上がですね、まあ、体脂肪で、右下が筋肉量となっております。で、まあ、ダイエットはまあ長期的なもので、どうしても体重が落ちにくく停滞期が来ることで不安になるユーザーが多いのですが、まあ、実際にダイエットに成功したユーザーの推移を見せることで、まあ、根拠を持たせる、まあ、こういったことで不安の解消につなげることがまあ成功したんじゃないかなと思っております。はい、ではデータに活用した仕様のまあノートブックの紹介を石川君にお願いいたします。こちらがイータス様から、ご提供いただいた JSON データになります。Python を用いてデータ加工を行いました。この JSON データは質問と対処性データがユーザーごとにまとまっている形式です。でおよそ400人分のデータをいただきました。はい、で先ほどのデータには欠損や入力ミスがあったり不揃いな点が多くありましたので、このような条件で、データを選抜いたしました。まず1つ目、欠損のあるデータ、まあ、これはそうですね。で2つ目、体重のレコード数が10以下、これは90日間の目標データを作成したんですが、それにあたりデータが存在しない日、その日は、線形保管を行い、平均を取ることでデータを保管しております。しかしそれが少なすぎると目標としてふさわしくないため、今回、レコード数が10以下のものは排除させていただいております。次に3、身長、体重の入力ミス、これは大丈夫ですね。4、初期 BMI が 18.5 以下というのは、BMI というのは、体重を身長の2乗で割った指数のことなんですけども、 18.5 というのを下回っているユーザーはかなり痩せ型で、これ以上体重の低下が見込まれないため、今回排除しております。で、6番目、最終より最後の BM が高い人、これはサービスの利用時から現在の BMI が減少した人を成功したユーザーとすることで、そちらを選抜して、目標としております。最後、今回目標を90日3ヶ月で設定しているため、90日以下のユーザーは排除しております。こちらが集計が終わった目標データとなるグラフです。今回、ユーザーを8つに分けてあります。分類分けの基準として BMI、年代、年齢ですね、そして最後性別です。今回いただいたデータには、男性のデータが少なくて、目標データとするには、不十分であったため、今回女性のみをターゲットとして開発させていただきます。ダッシュボードにはこちらのグラフ1本が表示されて、各ユーザーに応じたタイプが選抜されて表示される形になります。はい、でこちらは区分分けしたデータを1人ずつ表示したものですね。こちらを平均を取りまして、先ほどのグラフとなっております。今後のステップですね、2点ございます。目標とするデータが不足しているため、アプリの利用の入力者によって目標データを収集するようにすること。2点目、イタスから蘇生データをインポートできるようにすることと、以上となります。それぞれコメントをいただきたいと思います。はい、メンバーそれぞれの振り返りについて話していきます。私、布川明成はバックエンドを主に担当してたんですけど、このアプリケーションは今まで作ってたどんなアプリケーションよりテーブル数がすごく多くて、でどういうタイミングでレコードを生成したり挿入したりするのかっていうのを考えて、できるだけ処理が重くならないように考えてました。であとはと処理をコントローラーじゃなくてモデルに記述することで、可読性を上げるように、プログラミングしました。チーム開発ということで、他の人がどうやって読みやすいかっていうのを常に考えながらやっていきました。今回、先ほどの JSON データのように、実際のものに近いデータを使わせていただいて解析したことで、形式の違いだとかデータの欠損の扱いにとても苦労しました。今まで整ったデータセットでしかやったことがなかったので、今回とても苦労しました。しかし成長
することができたのでとてもいい経験だったと思います。そしてアプリ本体の方ではデータベース設計に気を使ったつもりだったんですが、形式を変換して受け渡す処理をしているときにうまくなかなかいかなかったので、最初からデータの流れを見てから、設計するのがとても大切だと分かりました。振り返りとしても受け取ったデータを表示するにうまく動かず大変だったんですね。最初はチャート JS を用いてやろうとしたんですが、画面が真っ白になってしまったので、チャート JS に切り替えて、メンバーと一緒にペアプロを用いて、取り組むことができたので解決できた。これは良かったなと思います。UI を用いて画面を試作することで、ユーザーのためにどんな情報が必要か、レイアウトをどうすれば良いか意識して、完成品に対するイメージがしやすかった。これは良かったなと、考えております。では、質問を、ごめんなさい。発表は以上となります。ご清聴ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあチーム B のメンター、イータスさんから、コメントお願いします。イータス株式会社の手島です。皆さんお疲れ様でした。今回、最初に、弊社の課題いっぱい抱えてるんですけど、それをお伝えしたところ、なんかすごく課題を的確に捉えていただいて、今回このようなプロダクトを開発してくれました。で、弊社はですね、まだプロダクトをローンチして数ヶ月なんですけれども、今イータスのアプリを使って、数百人の食事指導のデータが入ってきてます。で、結構やっぱり食事指導なのでダイエット目的の人が多いんですけれども、弊社でもそのアプリを使って、食事指導を行ってきてたんですけれども、結構経験値で1ヶ月でだいたいこれくらい落ちますとか、3ヶ月するとこれくらい落ちますっていうのを結構経験値で伝えていたことが、今回実際に近いデータで、ちゃんと成果が可視化できるようになったので、例えばここで停滞期がやってきても必ずここを乗り切ればまたちゃんと落ちていきますよっていうのを自信を持って伝えられるようになります。で、またちょうどこれを開発してもらっている時に、実際のお客様からも成果を可視化したいっていうことを言われていて、本当に求められているプロダクトができちゃうんじゃないかなと思っております。本当にありがとうございます。3人とてもチームワークも良くて素晴らしいメンバーだったと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではチーム B の皆さんでした。お疲れ様でした。チーム G は、プロダクト名、マネージ、メンティーズですね。はい、でメンター企業は、株式会社フュージックさんです。末永さん、川野さん、住永さん、はい、の、3名となります。はい、発表のご準備よろしいでしょうか。はい、では切り替えます。ではよろしくお願いします。こんばんは、チーム G です。まずはじめにメンター企業のフュージックさんについて説明させていただこうと思います。株式会社フュージックはお客様の課題解決にあたって新たなテクノロジーを活用した各種システム開発から各種コンサルティングまで様々なサービスを幅広く提供されている会社です。そして現在フュージックさんは2つの課題を抱えているそうです。1つ目の課題が、新卒社員全員に対する研修は、実施しておらず、配属チームごとに必要なカリキュラムを検討し、約半年間のオンジョブトレーニングという実際の業務を通じた新人研修を実施されています。そのためチーム外のメンバーから新人のスキル状況が見えづらいという課題を抱えていらっしゃるそうです。2つ目の課題としましては、フュージックテックブログ、キータ、他社の技術ブログなど技術情報のリソースが多数存在しており、新人が技術リソースをキャッチアップしにくいという、課題があるそうです。まず一つ目の新人の現状のスキルが把握しにくいという問題に対しては、解決策として新人からの評価をデータとして可視化すればいいのではないかというものがあります。そのため私たちはチームの上司が新人に対する評価を、入力できるツールの方を作りました。デモの方を流させていただきたいと思います。この
のアプリはユーザーに対してマネージャー、メンター、メンティー、オザーズという4つのうちいずれかの役職が与えられており、まず役職がマネージャーとなっているアカウントでログインされたものを流します。役職がマネージャーとなっているアカウントはこのレジスターを押して新規のユーザーを追加したりパーミッションという欄で追加されたユーザーの役職と部署を設定することができます。現在、次に、役職がメンティーとなっているアカウントでログインしています。メンティーを押すと役職がメンティーとなっている人の一覧が出てきます。上の方には検索バーがあり役職や名前で絞り込んで検索したり評価項目ごとに評価順に並び替えることができます。またユーザーの名前をクリックするとそのユーザーのマイページに遷移してそのユーザーに付けられた評価を見ることができ、ログインしているユーザーの役職がメンターでかつ部署が評価を付けられるユーザーと同じになっている場合には評価を付けることができます。現在ログインしているユーザーの部署は情報部となっております。そのため、情報部と書いてあるこのユーザーをクリックするとこのように評価を入力することができます。今押している、ユーザーの部署は営業部となっているので評価が入力できないようになっています。次に2つ目の課題である新人が会社のことをキャッチアップしにくいという問題について説明します。この問題についての解決策として分散しているリソース、複数のサイトに技術記事が分散しているのでそれを一つのサイトから見れるようにするという案を出しました。こちらでは使いやすくするために技術記事を表示するだけではなく検索機能をつけました。実際の動画をお見せします。まずはじめに左上のナビゲーションリンクを押すとこの画面になり、こちらキータフュージックテックブログ AWS ブログのナビゲーションリンクがページ内についています。またここに表示されているタイトルは、キータの、最新の記事になるんですけど、このタイトルに URL が埋め込まれているのでタイトルをクリックするだけでこのようにして実際の記事に飛ぶことができます。またフュージックテックブログの方も同じようにタイトルが表示されるようになっています。また件数が多いと見にくいのでページネーションをつけて見やすくするとともに情報の処理速度を上げています。ここでキーワードを入れると検索できるようになっています。この実装にあたって複数のサイトから API が提供されているサイトからは今のように聞いた API を使って記事を引っ張ってきて、フュージックテックブログのように API が提供されていないところは RSS フィードを解読して表示しました。また外部データの検索にあたって
はじめすべての情報を取ってきて、その中から検索するという方法を取っていたのですが、処理が大変重くなってしまうため、条件が一致するデータだけを取得して検索できるようにしました。はい、では次に苦労した点、反省点について話していきたいと思います。私たちのチームは、最初に機能の詳細やデータベースの設計などについて少し甘い考えというか、その議論が甘いまま開発を進めてしまったことで、開発途中にここってどうなってるのみたいなことが何度も起こり、その度に立ち止まってしまうということが多々ありました。そのため作業が遅延してしまい、中間発表の時点でその完成まで、これは完成までできるのかというちょっと危うい状態になってしまい、そこから、1日開発をせずに、そのこれがどうなっているのか、何を解決しているのかみたいなことを話す日を1日設けることで、その後の、作業をスムーズに進めることで、ギリギリ完成に間に合ったという形になっております。はい、で、ギリギリになってしまったので、その完璧ではないので、その課題解決に対するさらなるアプローチについて、考えました。で、今後の伝させたい機能というところで、新人につけられた機能をもとに新人を分類して、その得意な分野っていうのを表示することを機能としてつけたいなと思いました。どういうことかと言いますと、新人に対しての評価で、例えばの話なんですけど、Python だったり、R みたいなものの能力が高いと評価された人は、機械学習に強いみたいな分類の仕方を考えております。今のは簡単な例なんですけど、もう少し複雑にし分類することで、新人の能力の把握についてつながる、解決を後押しするんじゃないかと考えております。で、もう一つに関して、評価をもとにして新人ごとにおすすめの記事を表示する、つまりその新人の評価が低いものに関して不得意分野の技術記事というのを表示することで、検索という手順を挟まずに、その新人が必要な情報というものをキャッチアップできるようにという機能になっております。で、これをすることで、現在課題解決に関して2つの課題に関してのそれぞれのアプローチというものが独立していて、このアプリとして全く違う機能がついているという状況にあります。で、この機能を使うことによって2つの情報を連携させることができるので、アプリとしてよりまとまった機能になるのではないかなと考えました。で、ここからメンバー一人一人のコメントを述べていきたいと思います。まず、末永から述べていきます。私は、今回の開発においてチーム全体の技術的なサポートだったり、ミーティングの開催などの、そのチームのバランスを担う役を担いました。そのため、その今回チームの開発が最初の方うまくいかなかったのは基本的に自分の責任があるかなと思っており、ちょっと反省しております。そのため今後課題点が分かっているので、これを活かしていき、今後の開発で活かしていけたらと考えております。はい、記事ページを担当した川野です。今回の開発では、開発が進んでいくうちに初めにこれをしなければならなかったのかというような、問題がどんどん増えていき、混乱することが多かったですが、この経験を通して課題解決のためのアプリ開発でどのようなことをしないといけないか、考えないといけないかが分かったので、とても成長できたと思います。住永です。すいません、時間の方をオーバーしてしまったので一言でまとめさせていただきます。チーム開発が初めてだったので、本当にコミュニケーションを取ることが大切だと感じました。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、ではメンターのフュージックさん、コメントをお願いしてよろしいでしょうか。
はい、フュージックの佐藤と申します。まず3人、2ヶ月間、1ヶ月半かな、お疲れ様でした。はい、フュージックはですね、今回課題として出させてもらったのが、今いろんなこうメンバーに入ってきてもらってるんですが、結構個人の多様性、やりたいことみたいなのを結構重視してることもあって、体系立ててこちらから決めた、研修みたいなものをあえて行っていないというところがありました。でそうなることによって、みんな好きなことを学べるっていうのもあるんですが、逆に今みんながどういう現在地なのかとか、何に困ってるのかみたいなところ把握がうまくいっていないなっていうところもあったので、なんかそこをぜひ学生さんの視点からいいアプローチをしていただきたいなという形で今回このテーマに取り組んでいただきました。結構こう企業最なんですかね、マネージャー側の課題と、あとはその実際に受ける研修を受ける側の皆さんの課題と、なんか違うベクトルがあるものに対してすごく難しかったかなと思うんですけど、すごく今日まとめてくれていたのでとても嬉しかったなと思いました。ありがとうございました。はい、今回技術面の担当させていただきました、エンジニアの多田と申します。そうですね、今回課題2つ出したんですけど、最初はどっちか片方でもいいよっていう話をしたところですね、3人とも貪欲なのか両方しますと言ってくれまして、2つハイブリッドなアプリを仕上げてきてくれたかなと思います。2つの課題それぞれ難しかったところでいくと、最初の評価者の方の、評価入れるところの画面に関してはメンターしか見えたらダメな画面と、メンティーしか見えてはいけない画面ということで、ユーザーごとにちゃんと権限管理をですね、しっかり制御できたのかなと、そこはちょっと難しかったかなと思います。で、2つ目の技術記事に関しては、各その取得するデータのソースが形式も違ければ提供方法もですね、 API、キーターや ABI ですし、弊社のテックブログであれば RSS フィードということで、そういったこう違うリソースをしっかりそれぞれの方法で取得して、ちゃんと表示できるように整えて出せたっていうところは、すごい難しかったんじゃないかなというところで、非常に素晴らしいアプリを作っていただいたのではないかなと思います。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ではチーム G の皆さん、お疲れ様でした。はい、ではですね、続けてチーム H の方行きたいと思います。はい、チーム H は、GH トラッカーというプロダクト名ですね。メンター企業は、オルタブースさんです。はい、須藤さん、森さん、武井さんのチームになります。よろしいでしょうか。はい、はい、大丈夫です。はい、では切り替えます。はい、ではよろしくお願いします。はい、ではチーム H トラッカーズのデモデイ成果物発表を始めたいと思います。ではまず自己紹介からさせていただきます。麻生情報ビジネス専門学校2年の武井雄一と申します。九州大学工学部1年の首藤優生です。九州大学工学部3年の森俊樹です。はい、皆様ご覧いただいていますこのプロフィール画像ですが、オリジナルのオクトキャットが作成できる、アプリサイトマイオクタキャットにて作成させていただきました。大変可愛らしいデザインとなっておりますので、右上のこれから皆さんも作ってみて、すみません、ちょっと時間の都合でちょっと飛ばします。後から写しますんで。はいはい、では次に解決したい実例とその課題についてお話していきたいと思います。突然ですが皆様、このような経験をしたことはありませんか。開発に関わっていない管理職としてプロジェクトに関わっているとき、現場の開発がうまくいっているかどうかわからない、自分が開発しているところは順調だがプロジェクト全体ではうまくいっているのかわからない、このような状況はオルターブース、すいません、このような状況はオルターブース社内や実際に私たちがデータエンジニアカタパルトで体験した出来事です。初回のメンタリングで同じ問題を抱えていることが分かったため、一緒に解決しようと私たちは考えました。このような状況での問題点は何なのでしょうか。現場の方が状況を報告しないこと、はたまた管理職の方が現場に進捗を随時確認しないことなのでしょうか。私たちは現場の状況を確認できないようなシステムになっていることが問題だと考えました。オルターブース社ではこのような状況に陥ったとき、開発の状況を GitHub などのデータで確認して各々で判断するという対処を行っているそうですが、この解決法ではうまくいっているかどうかの判断が人によって変わってしまうし、何より手間がかかってしまいます。ではこの問題を解決するにはどうしたらよいのでしょうか。私たちはこの問題の中で解決すべき課題を以下の2点のように考えました。
一つ目としましては開発状況が簡単に確認できない、または分かりにくい状況です。二つ目としましては開発が滞っている際にどこに問題があるのか分からない。チーム H トラッカーズはこの2つの課題を解決できるアプリケーションを作成しました。それが GitHub トラッカー、略して GH トラッカーです。 GH トラッカーは GitHub の開発状況を可視化することで改善点を洗い出し、開発サイクルの改善を図るアプリケーションとなっています。ではまずデモ画面を見ていただきたいと思います。まずこの画面でアクセストークンを入力してもらい、登録してデータを取得してきます。でデータ登録が終わると登録したユーザーの名前が表示され、そこから開発を行っているリポジトリのページに進んでいきます。でこのページで開発全体のサイクルの確認を行います。でその下に詳細なスコアやコミット一覧が並びます。でコミットは詳細表示をすることができます。でプルリクエストのページではユーザーのプルリクエスト数を表示し確認します。で、イシューのページではオープンしているイシューの数とスタートしている割合を知ることができるグラフと、スタートしてからクローズまでの期間を見れるスケジュールが存在します。このスケジュールのイシューも詳細表示をすることができるようになっています。では次に GitHub API からデータを取得する流れについて説明します。まず GitHub から登録したい GitHub ユーザーのアクセストークンを入手します。そのアクセストークンは GH トラッカーのユーザーが登録することによって GH トラッカーは GitHub API にリクエストを送り、 GitHub ユーザーのデータを取得、その後にデータベースに格納します。でこの時にユーザー情報とともにアクセストークンを保存するので、その後のバッチ処理によってデータベースからアクセストークンを取り出して GitAPI にリクエストを送り、最新のデータを常に更新し続けるような仕組みになっています。で次にサイクル改善の流れについて説明します。まず私たちは1サイクルをコミットからマージまでの一連の流れというふうに定義しました。このように定義したことによってサイクルがうまく回るかどうかの構成要素の分析によって判別できるというふうに考えたからです。でそしてこの構成要素をスコアとしてまず可視化します。この段階ではサイクルの中のどの構成要素がサイクルを妨げる要因となっているのか大まかな探索を行うことができます。そして大まかな探索を行った後にサイクルが妨げられているであろう部分についてのより詳細なデータを提供します。でここでいう詳細なデータの中にはサイクルの構成要素の部分の責任者が誰なのかというところも明記するようにしています。で最後に原因である部分の詳細なデータを用いて具体的な対策を行えるようにします。でここでは責任者が明記されているので管理者と責任者、開発者の連携が強固なものとなっていて、より早くより具体的効果的なサイクル改善を行えるようになっています。でこの繰り返しによって開発を進めていく中でサイクルを改善し続けることができるようになっています。例えばこの図では全体のサイクルは C というふうに評価されています。そこでスコアの詳細を確認すると、イシューの割合の評価が B、 イシューの開始時間の評価が C、 平均プルリクエストが評価 D となっていて、問題はイシューの開始時間、平均プルリクエストにあるのではないかというふうに大まかに探索ができます。でそこでイシューページとプルリクエストのページにの詳細データを表示するページに進んでいきます。でそのページはこういうふうになっていて、でここでは分析を助けるグラフ表示をしています。でこのページに関しては後ほど詳しく説明させていただきます。そして最後に私たちのアプリケーションの根幹である、開発サイクルの評価可視化について説明お話ししたいと思います。まずサイクル全体の評価の流れについて説明します。こちらのデータベースから、イシューのデータとプルリクのデータを取得して、評価の指標となるこちらのイシューの割合、イシューの取りかかり時間、平均プルリクエスト数を計算します。この指標はオルターブースさんと相談した上で、自身の経験から評価できそうな3つを選択いたしました。イシューの割合はオープン状態のイシューの数からその総数を割って計算いたしました。でイシューの取りかかり時間については GitHub API からデータを取得することができないため、こちらのようにイシューのコメント欄にロケットのスタンプを打つことで取りかかり始めたという合図としています。そしてイシューが作られてからそのスタンプが押されるまでの時間をイシューの取りかかり時間としています。平均プルリクエスト数については、プルリクエストの総数をリポジトリの作成日から今日までの日数で割って計算いたしました。その後各指標及び全体の評価に対してこちらの A から B の評価を行いました。この時 A はよくできている、 B はできている、 C はあまりできていない、 D はできていないというような評価になっています。次のページでその具体的な評価方法を説明いたします。
評価指標と開発全体の評価ではそのやり方が異なります。各指標の評価は大学で採用されているような GPA の評価を参考にいたしました。それぞれの指標に対して、スライドのように値の範囲をこちら4分割いたしまして、それぞれに1から4のスコアをつけます。そして右の表のようにスコアに応じた A から D の評価を与えます。また全体の評価はそれぞれのこちらのスコアを全部足し合わせて、スライドの数直線のように数直線のようにスコアに応じて A から D の評価を与えています。次に可視化について説明します。プロリクエストのページでは過去1週間分のプロリクエスト数を開発メンバーごとにこちらの積み立て棒グラフで表示いたしました。イシューページでは過去1週間でオープン状態のイシューの数をこちらの棒グラフで表して、またオープン状態のイシューの中で現在取り掛かっているものの割合をこちらの折れ線グラフで表示いたしました。さらにイシューに取り掛かり始めてからクローズ状態になるまでの時間をこちらのフルカレンダーを使って表示しています。ここではクローズしているイシューは青色、こちらまだオープン状態のイシューは赤色で表示しています。でまたこれらのイシューもクリックすると GitHub のイシューページに飛ぶことができるようになっています。このように GitHub で行えることは GitHub に任せて、 GitHub で行えない開発の評価やグラフによる可視化は GH トラッカーで行うことで、開発の進行度とその改善を効率的に行うことができるようになっています。はい、では最後に、チームメンバーそれぞれ1人ずつから一言ずつ、コメントをしていきたいと思います。データベースとグラフ周りを担当した武井です。すいません、ちょっとカンペを。苦労したところは、サイトを作成に必要なデータの選定です。実際に表示するものから、データのこのデータが必要だとかいうのを、JSON データから、考える必要があって、何時間も JSON データとにらめっこするっていうことが何回かありました。もうしばらく JSON データはいいなっていう感じです。はい、ですがその回あって、完成したテーブルは改善点がいくつかあったけど素晴らしいものができたと思っております。はい、首藤です。僕はフロントからバックまでいろいろな機能を担当したんですけれど、中でも API からデータを取ってきてデータベースに格納する部分の機能が一番大変でした。でなぜならっていうと、データを更新するタイミングがこのアプリケーション内に複数あって、でそれに加えて個人リポジトリであるのかオーガナイゼーションであるのかみたいなので、その API へのリクエストの仕方がちょっと違ってて、それの処理を、それに対応して少しずつ変化させていくのが一番大変でした。でまたメインページの、ぐるぐる回ってるサイクルがあったと思うんですけれど、それを作るのは、大変じゃなかったんですけど一番楽しかった作業でした。ありがとうございます。森です。自分は評価の部分を担当するにあたって、最初はデータをどう評価していいのか分からず、いっそデータの評価を諦めて、今後の展望としてこのスライドで出して、なんか別のページにアンケートフォーム作って、そのデータが集まったら、機械学習して評価しますとかこう発表するつもりだったんですけど、そんな中で小島さんにメンタリングしてもらった際に、データを自分たちで評価してこそデータサイエンティストだと言われて、すごい深い感銘を受けて、またその言葉のおかげで、拙いなりにもデータを自分で、自力で表現できたことにとても自信をつけることができたのことがすごく良かったと思います。以上でご清聴、以上で、僕たちトラッカーズの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、ではメンターのオルタブースさんからコメントお願いします。まず発表お疲れ様でした。オルターブースの小島と申します。私たちはですね、弊社はですね GitHub のプロバイダーなんですね。国内で GitHub のプロバイダーっていなくてですね、私たちが唯一というプロバイダーなんです。でそんな中で僕たちがその GitHub をただ提供するだけじゃなくて、その GitHub を使った開発サイクルの改善なんかをですね、企業様にコンサルティングしたりコーチしたりしてるんですね。ですごくこのチームが良かったと思ったのは、その開発の何て言うんですかね、速度を上げるとか、その開発がうまくいってるっていう観点じゃなくて、開発サイクル、その開発をどうやって回してるかっていうところに評価の軸を置いたっていうところなんですよ。これ結構すごく新しいなと思っていて、その評価の軸っていうのは全部データでしか見えないじゃないですか。そのデータをどうやって取り扱うっていうのが非常に難解なんだけど、彼らはそれを自分たちなりに作ったってことなんですよね。でそれは僕らもこれそのまま使えそうだなと思ってます。
なんでぜひですね、我々のそこで もうせっかく作ったんで活用させていただきたいなとは思ってます。それと GitHub の API を触っていろいろやったんですね。で、多分今まで知らなかった GitHub の機能だったり、こんな GitHub いろんなのできるんだっていうのも多分再認識できたと思うんですね。それもあのこういう機会でできたんでよかったなと。で、最後ちょろっと言いましたけど、僕らはあの AI とかですね、もっと言うと ML とかそういうのっていうのはあまり今回は意識してなかったんです。そうではなくて、データを取り扱う、ウェブに集まるデータをどう取り扱うかっていう観点であのエンジニアリングをしてもらいました。なんでここから先 AI がどうのこうのじゃなくて、今集まってるデータをあなたたちはどう取り扱うんですか、僕たちはそこに課題があるのでそれを解決してほしい、そういうふうにお願いしたんですね。なんでそれに忠実にやっていただいたってことで非常に僕は嬉しかったです。まあなんかね、なかなかメンバー集まれなかった中やっていただいて非常に感謝しますんで、ぜひですね、これからもこういうのを続けていっていただきたいなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、チーム H の皆さんお疲れ様でした。チーム I は、プロダクト名プロダクトトラック、メンター企業は、株式会社マネーフォワードさんです。はい、で、メンバーは安藤さん、黒川さん、聖火さんですね。はい、はい、ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今からチーム I の発表を始めます。チーム I はマネーフォワードの杉本さんにメンターを務めていただき、黒川の3人で開発に取り組みました。まず企業紹介をさせていただきます。メンター企業のマネーフォワードさんにマネーフォワードさんは個人のお金を管理する個人のお金を管理を支援するサービスなどを提供されている企業で、主なサービスとして個人向けの家計簿アプリや法人向けの会計ソフトなど幅広いサービスを展開されています。そして私たちが与えられた課題は、エンジニアの生産性の指標が定まっておらず定量的に可視化されていないというものでした。これによりエンジニアの作業時間や達成度、成果物の品質など生産性に関する情報を収集することができず、アーキテクチャの変更やツールの導入に踏み切ることができなくなっていました。そこで私たちは GitHub API を用いて作業に関する情報を収集し、そのデータからスコアの算出、グラフの描画を行うことでエンジニアの生産性を可視化し、課題を解決しようと思いました。今回私たちが生産性の指標としたのは GitHub のコミット数、イシュー、プルリクエストの発行数、イシュー解決時間と解決率、プルリクエストのマージ時間と承認率です。これらの指標を選んだ理由は、一つ目に関してはコミット数はエンジニアの作業量を表すことができ、イシュー、プルリクの発行数は貢献度を表すことができると考えたからです。二つ目に関してはエンジニアの対応力を表すことができると考えました。三つ目に関してはコードレビューの品質を表すことができると考えました。ここからはプロダクトの紹介に入ります。プロダクト名はプロダクトラックといい、エンジニアが開発に費やした時間やイシュー、コミット、プルリクエストの数などを自動的に集計し、ダッシュボード上で可視化することができます。可視化することによりチームや個人の開発スキルや生産性を評価し、改善点を把握することができます。また過去のデータも可視化することができるため、振り返りにも使用し目標決定にも使うことができます。ここからは機能紹介に入ります。まずはログイン機能についてです。 GitHub の OAuth 認証を使用して実装しているため、このアプリを利用するために新規登録する必要はなく、 GitHub アカウントで簡単にログインができます。次にリポジトリの登録機能です。 GitHub のリポジトリをアプリに登録できます。登録されたリポジトリのイシュー、コミット、プルリクエストの情報をアプリ内のデータベースに保存しています。
次にスコアボード機能です。リポジトリに関する自分の情報を見ることができます。左上には現在の生産性スコアが表示され、右には各月の生産性スコアの推移やグラフとして表示されます。また左下には累計のコミット量やイシューのクローズ数などが表示されます。次に、比較機能についてです。リポジトリ全体の情報を、月ごとに、比較することができて、 DB に保存されているイシューの情報や、プルリクエストの情報や、コミットの情報っていうのを、加工して、イシューの解決率だったり、プルリクエストの、承認率だったり、日ごとのコミットっていうのを、詳しく見ることができます。では今からデモを行っていきます。まずログインを行います。ログインは GitHub アカウントで行います。次にリポジトリの登録を行います。リポジトリネームにはアプリに表示する任意の名前を入力します。リポジトリ URL には GitHub のリポジトリの URL を入力します。リポジトリが追加されると一覧画面に表示されます。次にリポジトリ側で Webhook の設定を行います。リポジトリの設定画面に行き、 Webhook Add Repository を押します。ペイロード URL にはアプリの URL スラッシュペイロードを設定します。コンテンツタイプはアプリケーション JSON を設定します。任意の通知タイミングを設定し Webhook を追加します。次に新規にイシューを立て、通信が通っているかを確認します。ニューイシューからイシューを立てます。セッティングから Webhook を確認します。緑のチェックマークが入っているので通信ができていることを確認できました。設定完了後、リポジトリの詳細画面を表示するとリポジトリの情報が表示されます。今回追加したリポジトリはアクティブではないため、リポジトリのスコアはゼロになっています。あらかじめ登録したスコア計算に必要なデータが存在するリポジトリを表示すると、現在のスコアと各月のスコアの推移がグラフで表示されます。次に比較機能のデモに移ります。まずはじめに比較、あれ、すいません、まずはじめにですね、比較元の年と月を入力してもらいます。でその次、比較元の年と月を入力してもらって、次に比較対象の月と年と月を入力してもらって、次に真ん中の比較ボタンを押してもらうと、先ほどスコアボードで表示したイシューやコミットやプルリクエストの細かい情報を月ごとに比較できるようになっています。で下のグラフはそれらを一目で分かりやすくチャート JS で描画したものになります。で下に移っていただくと、左がイシューの解決率で、右のオレンジ色のグラフがプルリクエストの認証率となっております。で最後が、日ごとのコミット量を、比較できるようになっております。
アーキテクチャ図です。左側は先ほどデモにて説明させていただいた通りなので省略させていただきます。右側の Webhook の更新について説明させていただきます。リポジトリが更新されると Webhook でアプリが通知を受け取り、該当のリポジトリのデータを API に問い合わせて更新します。データベースにはイシューやコミット、プルリクエストを保存することでスコアを表示する際に都度 API に問い合わせる必要がなくなるため、高速なレスポンスを実現しています。最後に今後の展望についてです。まず指標を追加してもっと細かい精密なツールにしていこうというところと、スコアの算出方法についてコミット数が多ければ多いほど生産性が高いとは限らないし、プロジェクトの規模によっても一周の解決時間というのは変わってくるので、そういうのを適切なものに改善していくというところが挙げられます。最後にメンバーから一言ずつ喋っていきます。安藤です。比較機能とか、それのフロントエンドだったりデプロイっていうところを行いました。で、課題が可視化するっていうところにあったので、数字を先ほどお見せした通り数字をいっぱい対応したり、チャート JS で分かりやすくグラフを描画したり、するところにするっていうのを、意識して制作しました。本当に充実した半年間だったなというふうに思います。星香です。主にスコアの表示機能や Webhook の実装を行いました。初めてのチーム開発だったので、また短い時間しか取れなかったので非常に大変でしたが、非常に充実した時間を得ることができました。黒川です。今回は主にログイン機能であったりフロントエンドを担当しました。今回の開発では生産性に関する指標を選ぶことが一番の課題だったので、最初はコードの行数や作業時間を基準にしようと思ってたんですけれども、それだけでは貢献度を正確に測れないと思ったので、イシューやプルリク、コミットなどの活動履歴からスコアを算出することにしました。今回コードの質などに関しては実装できなかったため、今後の改善点として取り組んでいき、一層技術力を磨いていきたいです。以上で発表を終わります。ご清聴いただきありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、ではメンターのマネフォワードさんからお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、株式会社マネーフォワードのエンジニアの杉本と申します。お疲れ様でした。いや、大変素晴らしいプロダクトができたなと思いました。ちょっと課題の説明なんですけれども、まあよく IT 企業ではよくある話かなと思ってまして、なかなかエンジニアの生産性とかですね、どれだけできたとかっていうのを可視化する、定量化するっていうのは非常に難しいことかなと思っておりまして、まあ弊社でも何度も何度も課題に上がる話となっております。で、今回はですね、その課題に対して、まあ、本当に3人には、じゃあエンジニアの生産性を可視化してくださいっていうこの一言だけしか伝えてなくて、何をもとにそれを可視化したらいいかとか、GitHub 使ってくださいとかそういう話は一切してません。この3名で考えて、どういったものが生産性につながるかっていうところから考えて取り組んでもらいました。で、そこから、課題解決に向けて設計をしてもらって、実装もしてもらって、で見てもらった通りデザインも結構完璧に出来上がってまして、僕は1ヶ月でここまで出来上がるとは思ってなかったので非常に感動しております。はい、でマネーフォワードという会社でも僕が入社した時には数百人だったんですけども、現在は数千人までメンバーも増えてまして、やっぱこういった課題に直面することが多いです。で、こういったものに対してこういったメンバーが新しいエンジニアたちが自分たちの技術を使って新しいものを作り上げていく、課題解決していくっていうことができるというのが素晴らしいなと思いました。はい、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。
はい、ではチーム I の皆さんお疲れ様でした。はい、ではですね、最後のチームになりますチーム J ですね、プロダクト名あげあげ、メンター企業様、株式会社ヌーラボさんです。はい、浜地さん原さん島村さんのチームですね。はい、発表時間発表よろしいでしょうか。はい、では切り替えます。はい、ではよろしくお願いします。最後の発表させていただきます。皆さん疲れ最後の発表でみんな長くて疲れてると思うんですが、まあ、テンションちょっと上げ上げしてもらって発表を聞いていただきたいなと思います。よろしくお願いします。僕たちはヌーラボさんにメンターとしてついてもらい、あげあげというアプリを開発しました。このアプリでチャット、これはチャットアプリでチャットをすると楽しくコミュニケーションが取れ、チャットが下手な人の文章の改善点を教えてあげて自己改善を促すことができるというアプリになっています。メンバー紹介です。僕が、データ処理原でデータ処理分析全体のフォローを行いました。で浜地くんが、データ処理と分析とバックエンドの全般をやってもらいました。で島村くんに、フロントエンドとデプロイアプリのデプロイを担当してもらいました。ヌーラボさんについての説明です。ヌーラボはチームで働くすべての人にをコンセプトにチームのコラボレーションを促進して仕事が楽しくなるようなサービスを開発しています。でこちらの4つのプロダクトを、サービスを提供していて、今回僕たちはこちらのタイプトークというチャットアプリに着目して、テキストチャットでは感情が伝わりづらく、すれ違いが起きるという課題に対して、アプリの開発を行いました。はい、次にチャットアプリの課題についてです。皆様の職場にもですね、まあ、職場だったり学校にも固い文章を送る人はやっぱり一定数いらっしゃるんじゃないでしょうか。そのようなメッセージをですね受け取った人は、ですね、怒っているのかと感じることがあるかと思います。この原因としてですね、テキストだと感情が伝わりにくいと、まあ、チャットですとやっぱりテキストのみになってしまいますので、で、図のようにですね上司の固い文章は、怒っていなくてもこのようにですね、まあ、怒っているように見えてしまって、これによってですね、送られた側は、返信する際にどのように返事をしたらいいのか分からなくなってしまいます。これでは、立場の違いによってですね、チャットに緊張感が生まれてしまい、先ほどのちょっと、仕事をする人を楽しくという、モットーに反することになってしまいます。でそこでですね、この解決策として、チャットを送っている人自身に、どのくらい固い文章なのかを気づいてもらえればいいのではないかと思いました。このようにですねにこやかにしていても、なんでしょう、文面がめちゃくちゃ固いということがありえますので、で、そのためにどうしたかと言いますと、具体的に文章ごとに、点数を算出いたしまして、定量的に判断するようにいたしました。その際に文章の問題点も添えています。実際にどのような表現を使えばいいか具体例を示してあげることによって、この右の写真のようにですね、気づいていただけるのではないかと思います。以上です。こちら、こちらからアクセスできるのでよかったら、お使いください。こちらのチャット機能なので友達登録をしていただかないと使えないので、まあ、島さんが、随時登録していくのでそこからチャットがいけると思います。あ、大丈夫ですかね。それではデモンストレーションをやっていきたいと思います。こちらがチャット画面になります。ログイン画面になります。簡単に申しますと、送った文章に対して点数付けを行い、その点数が低かったら強制的にギャル語に変換するという機能を追加しております。そちらのちょっとデモをご覧いただきたいのです。少々お待ちください。
ちょっと動かないですね。動かないので、ちょっと実際に動かしてもらっていくことで、やっていただきたいです。すみません、ちょっと時間の関係で次に行かせてもらいます。今回、使用した技術としては、文章の採点と悪いところを抽出するということで、ロジスティック会計を用いて点数を算出しました。また、文章が誰に送る文章っぽいかを分類することで、分類としてナイブベイズ分類ですね、を用いました。文章の採点で LINE のオープンチャットから取得したテキストデータを用いました。こちらが今回使用したデータになります。全部で50件のデータを用いまして、主観で硬い柔らかいのラベル付けを行いました。またこの硬い柔らかい文章というのが漢字や敬語や絵文字の量ですねによって、分かるのではないかと考えて特徴量としてこちらも抽出しております。ロジスティック回帰の説明を、いたします。先ほど算出した漢字、敬語、絵文字の割合を元にこれらの値がどういう時に硬い文章になるか柔らかい文章になるかを学習させました。そして未知の文章に対して漢字の量、敬語の量、絵文字の量の量を元にどれぐらいの硬さの文章なのか柔らかさの文章なのかの確率を出しまして、それをかける100倍して点数化しております。具体的には、上のように硬い文章の採点の時は、例えば承知しましたであったりとかいたしますであったりの量を、出しまして、そちらの量が多いので点数が低いみたいな、出力になっております。問題点としては敬語が多いであったりとか漢字が多いなどが挙げられます。また柔らかい文章に関しましては敬語の量がなくて絵文字の量とかが多く、柔らかい文章と感じる方が多いと思うので、こちらの点数は高くなるように点数付けを行っております。次に文章の分類を行いました。カテゴリーは5つの部下から上司、上司から部下、同僚、友達、カップルの同士、間で送るチャットをチャット GPT にお願いして作ってもらって、それを学習データとして使いました。今話題のチャット GPT で結構ちゃんと文章を作ってくれるので、皆さんも使ってみてください。で、分類の時には内部ベイズ分類器というものを、使い、これは最優推定を用いた、シンプルな分類手法なんですけど、文章を形態素解析してその数を数え、その文章の中で出てくる確率を計算して、分類しています。このように入力の文章が、どの相手に対する文章っぽいかを出力してくれます。次にデプロイについての説明です。右下の図に示すようにエラスティックビーンズトークという Amazon Web サービスのですね、機能を用いてデプロイいたしました。で、EC2 という仮想サーバーと RDS という MySQL を用いたデータベースを使用しております。次にアーキテクチャ図です。以上のようになっていまして、データベースと、尖っている言葉などの、変換例を、載せた2つのデータベースがございます。開発の進め方としては、1週間に1回オンラインでミーティングをメンターさん込みでやっていただき、またそれ以外にも予定があればオフラインでも一緒に作業を行いました。最初にこのようにマイルストーンを大体の期間と目標を置いて、作業していきました。でチーム内の作業の共有としてこちらノーションを用いて、行いまして、チーム内で、それぞれのタスクにこんな感じでタスク管理を、看板方式で行い、動いてないね。ノーションで、タスクをやったこととかをまとめて、それぞれで知識の共有とかを図りました。はい、以上で発表終わります。ありがとうございます。でコメントとしては、今回、カタパルトに参加させていただいて、最初は Git とか CSS の何も知らない状態から始まって、結構アプリを開発する全体像が見れたのが良かったのと、
チーム開発の楽しさと難しさを普通の大学生活を行っている上では経験できないことを経験できたのでよかったなと思ってます。はい、浜地です。僕もチーム開発が初めてだったのでいろいろ試行錯誤しながらやっていったのですが、今回バックエンドで Python を使うということで、自分の環境では動いたんですけど他の人は動かないみたいな、トラブルもあり、まあ大変だったんですけど、楽しかったです。はい、私も、チーム開発の方は初めてだったんですけれども、とても有意義な体験ができたのではないかと思います。以上です。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。デモが動かなかったので動くかな今だったら。うん、はい、ちょっとやってみてください。じゃあすいません、メンターさんお願いします。あ、でも時間になっちゃいましたね。はい、すいません、ちょっと面白いんですけど、すいません。はい、残念ですが、はい、はい、じゃあ一旦発表ここまでにしましょうか。はい、じゃあ、ヌーラボさん、メンターさんお願いします。あ、入っちゃった。ちょっとマイク事故起こんないかなと思ってちょっと人笑いもらおうかなと思ったんですけど、あ、動いてますね。本番サーバーにもデプロイした上で一応動画も撮ってあるのにどっちも動かないっていうちょっとびっくりな感じだったんですけど。はい、今回私はメンターする上でちょっと私の中のミッションとしてチーム開発をチームクラボレーションを楽しんでもらおうかなというふうに思っていて、それをずっと考えていました。で実際、私の動きとしては楽しんでほしいのでとにかく走り出し進捗がしっかり出るようにと思って進んでる感を出そうと思って、そこの部分をサポート仮説検証サイクルがしっかり回るようにというふうに思ってたんですけど、実際蓋を開けてみると自分たちで結構工夫していて、もうミーティングのたびに毎回あ、今日も進んでるなっていう感じで、あ、いいですねっていう感じで大体ずっと進んでたんですけど、なので結構早い段階でMVP が出来上がってしまい、なのでもう実際このままチャットに組み込んだらっていう感じで結構自分たちどんどん進んでいってるんで、すごくいいチームだなというふうに思っていました。なのでこの人たちと一緒に仕事をするときっと楽しいんだろうなというふうに思っています。はい、あと出来上がった製品に関してなんですけど、これ結構ふざけてるように見えるんですけど、チャットコミュニケーションの結構重大な課題に対して結構真剣に向き合った内容なんですよね。なのでこのちょっとギャル語にするっていうのはちょっと行き過ぎな部分もあるんですけどなんですけどはいなんですけど、はい、こういう感じでしっかり遊び心をちょっと持ちながら課題に取り組んでいってもらえて、すごく私も楽しんでました。はい、ただちょっと若干惜しいのがですね、見ての通りちょっと、多分ギャルじゃないんですよね。なのでちょっと文面が結構ちょっと おじさんが考えたギャル像みたいな感じなんですよね。はい、なのでここからさらにちょっと仮説検証を繰り返していくと、もっとそのギャル会話っていうとちょっと語弊があるかもしれないですけど、その、いい部分っていうのだけをちょっと取り込んだいいサービスになっていくと思うので、製品まで向かっていける可能性が結構あるなというふうに思っています。はい、なのでもし 次こういう機会があったら自分たちにそのギャルの知識がないということを自覚していただいて専門家ですね、専門家の相談に専門家とのコラボレーションですねっていうのを次は頑張っていただきたいです。はい、これからも開発を楽しんでください。はい、ありがとうございました。はい、では、チーム J 以上でお疲れ様でした。ではですね、チーム J のご投票をいただきながら、はい、皆さんオーディエンス賞の投票、今いらっしゃる皆さんもですね投票できますので、全員ですね全員1票を持ってますので、オーディエンスの方の投票にも入りたいと思います。はい、オーディエンス賞はですね、チーム E ですね。はい、おめでとうございます。
よし、かなりね、あの学校の方からも投票があったようです。はい、どうもチーム E の岩永、チーム E のエミスさんのところで頑張ってました岩永です。そうですね、なんかこう賞があるって聞いたんで賞が取れるようなレベルには持っていきたいなって思って作ってたんでよかったです。ありがとうございました。喋ることが頭真っ白になっております白土です。まあ、千木さんが非常にデザインだとかあと Google フォームの面倒くさいところとか全部やっていただいて、私はもうソムの機械学習部分を全部作り込むっていう作業に没頭できて非常に楽しくできました。ありがとうございます。本当に、はい、さまざまな方々、はい、お疲れ様でした。はい、ではですね、以上をもちまして、会は終了となるのですが、皆さん今日はですね、たくさんの企業さんが、ご覧いただいてまして、スカウトの方が、今から皆さんの方にね、行きます。で、今それは集計をさせていただいて、まあ、オーディションはね、あのみんなのもうあくまで、好き嫌いの話なので、一応こう余興としてやっておりますけれども、あ、ごめんなさい、 お二人お戻りください。はい、すいません。はい、はい、余興としてやっておりますけれども、まあ、メインはですね、この後、各企業から来ている、評価および、スカウトです。で、なのでこのスカウトに関しましてはですね、皆さんぜひまずメールをしていただいて、その後面談をしていただくもよし、まあ、ちょっと今はインターンは考えてないとかっていうようなことも、まあ、その場合ははっきり言っていただいても問題はありませんので、ただあのお返事はしてください、ね、連絡はするということだけお約束いただければと思います。はい、ということでですね、以上をもちまして、全てのプログラム終了となります。今日こちらエンジニアカフェにいる、方々で写真撮影を、行って、終了となりますので、オンラインの方、以上をもちまして終了となります。本日は長時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。